明日はいつもと違うカメラマンさんと撮影に行きます。なんかそのカメラマンさんには言ってないけど、もう今日のお昼からずっと緊張してます。ああ明日だな。おはようございます。朝が来ました。撮影なんですね今日は。今日会うカメラマンさんラッシーっていう一個下の人なんですけど、前会ったことはあるけど、撮影っていうのと2人っていうのが初めてでドキドキします。緊張。とりあえず準備をします。顔洗ってきました。緊張しててもしょうがないので、とりあえず準備というかメイクをしていきたいと思います。なんか緊張していても喋りすぎだ。今日の撮影場所はキロっていう広島に、最近か、私が知ったのは最近、過去半年以内に知ったホテルのカフェで撮影をします。どこ行くってなって、行きたいところはって言われて、そこが行きたいよっていう感じで決まりました。普段撮ってもらってるカメラマンさんとはもう本当に年という単位で一緒にいるので緊張もないんですけど、久しぶりに初めましてのカメラマンさんと撮るからすっごく緊張。もう本当にやめてほしい。やめてほしいというのはあれですよ。自分の緊張具合がどうにかなってほしい。少ないかな。まあ、いいか。私今すっごい肌荒れをしているのでね。で、カメラマンさんもこんなに緊張してるのかな。私ぐらい。私は緊張しいだよ。できれば一人で会うのが怖い。まあこんな感じでメイクをしていきます。バーボン。うん、まあ、メイクはできました。じゃあ次は髪の毛をしていきます。準備ができました。日焼け止めを塗ります。最後になんか緊張しとったけど、緊張しとったけどいい感じで紛れたというか平気になってきました。あとはカメラマンさんに会うだけ。あ、ドキドキする。行ってきまーす。メイクも髪型もしっかりしたけど、汗とかでもうボロボロでーす。ボロボロになっちゃった。あともうちょっとで着きます。
きな人。そう。なんだっけ、長寿ギガ。でも可愛い確かに。終わりました。ラッシーと仲良くできたかな。なんか写真の撮れたかよりそっちの方が気になります。なんかヒデさんの元を離れて撮影をして、自分頑張らなきゃなって思いました。なんだろう、割と街って変な人多いですよね。公園行ったらなんか変なおじいさんがいろんな人に絡んどって怖かったです。ちゃんとしようって、なんか危険は自分で察知できるようになりたいなと思いました。なんか普段撮らない、普段あんまり撮らないカメラマンさんと会うとこういう気持ちになるんだなっていうのが分かりました。なんかこれから人間生活を営んでいく上で、なんか人と関わっていくことが大事だと思ったから、やっぱりちょっと苦手だけど少しずつ慣れていきたいと思いました。続く。